国会は最終盤を迎え、立憲民主党が岸田内閣への不信任決議案を提出しました。中継です。不信任案には維新・共産・国民などが賛成する見通しで、野党が結束して岸田総理に退陣を迫った形です。自民党自らが招いたこの問題に対してリーダーシップを発揮して、本来であれば真相の解明、実態の解明をすべきところを努力もせず、 抜け穴だらけの不十分なものとなってしまいました立憲は裏金事件をめぐる対応が不十分だとして不信任案を提出しましたがこの後否決され打つ手がないまま閉会を迎えます今後は地方選挙や党の代表選挙で存在感を示し政権交代への勢いをつけたい考えです一方自民党は心の中では不信任に賛成だと漏らす人もいて 岸田総理の対人論は強まっています。ある中堅議員は、国会閉会は総裁選に向けた合法だと話していて、ポスト岸田とされる茂木氏や石破氏が会合を重ねるなどの動きも出ています。岸田総理は明日記者会見に臨みます。自民党内にはその場で総裁選には出ませんと宣言することが一番スムーズだとの声も出ています。